ここルナル王国の王都ルナーファにある王立図書館は僕の仕事場です。本が好きな僕にとって図書館の仕事は楽しく、貧しい実家への仕送りができるこの環境で働ける日々は忙しいながらもとても充実しています。ただ一つの不満を除けば。またか、神聖な図書館でよくも。ロイド・ラッセル。悪い悪いアルト、ついな。こいつはロイド、何代にもわたって騎士を輩出している名門ラッセル家の嫡男。用がないのに図書館に女性を連れ込むのはやめ。お、うん、あまな、何さっきの女がな。まあ何度か相手したくらいだったんだが、これから遠くに旅立つって言うんでな。別れの手土産に持ってきたショコラとかいう異国のお菓子だそうだ。これで許してくれよ、子供は甘いものが好きだろ。ロイド、辞書を借りに行くと言って抜け出してどれだけかかってるんだ。ごめんなアルト、ロイドがまた仕事の邪魔を。リューン様、いやそんなことは。リューン・ラッセル様、ロイドのいとこで同じラッセル家の出身だけどまるで違う。優しくて上品で、男の僕でも憧れてしまう。はあ、行くぞロイド。ああ、アルトのやつキラキラした目でリューンのこと見て。くそ、あ、もうこんな時間だ、暗い。あのお菓子、酒でも入ってたのかな。なんだろう、体が熱い。分かったって待てよ、誰だこんな時間に。お、誰だ、女。なんだこの甘い匂い。 あんたか、あんたのせいか、よくもこんな。え、アルト、いや、お、あんたは僕に何をしたんだ。あ、アルト、女。あんたに食べさせられたお菓子、あれはなんだよ。そういえばさっきあの女から手紙が届いてたな。見せて。最後のお菓子のプレゼントいかがでしたか。あれには呪いをかけておきました。はあ、な、日が暮れると体が変化し、あなたの体は女性になるでしょう。呪いを解く方法はただ一つ、体の中に男の精液を受けること。そのお菓子の甘い匂いは男を引きつける媚薬の香り。嘘でしょ、どうするんだよ。すまない、責任は取る。どうやって、痛くしないでくれ。あくまで治療として、仕方なく男の精液を体内に受けるという解除の方法を大嫌いなこいつに頼ることにしてしまった。はあ、すまん、我慢できない。いやあ、何なんだよ、女の体にされてあんたに抱かれて、その上男の体まで女みたいに。今夜のことは全部忘れろ、僕もなかったことにしてやるから。忘れるわけないだろ。
翌日。もう二度と関わりたくない。忘れよう。え、やだ、やめて。そんな、ロイドのところに行かないと。ここにいるって聞いたけど、どこに。どこ見てんだてめえ。いやこんなところにアルトがいるわけ。おとなしくしろ。なんだてめえ。ロイド。この日僕は男を誘うという呪いの効果の恐ろしさを痛みと共に思い知ったのだった。迷惑かけてごめん。俺はこの子を、敬語もいらない、俺と距離を取らないでくれ。アルト好きだ。大人気アニメコミック待望の続編、複雑に絡み合う3人の行く末は、そして女体化の秘密は明らかにできるのか。アニコミ、女体化した僕を騎士様たちが狙ってます。セカンド、7月7日スタート。